始まりました東京ホテイソンのビジュアルチャンネル、よろしくお願いします。何やってんの、おい何やってんだよ、おい俺ののどちんこか、俺ののどちんこじゃねえか、俺が喋ってる時にこうなるのは俺ののどちんこをやってるじゃねえか、俺ののどちんこをやってるじゃねえか、俺ののどちんこじゃねえか、俺が喋ってる時にやるのは。え、そんなんいいんだよ。いいんだよ、そんなのいいんですよ。はい、さあ今日の企画は何でしょうか。今日はですね、私はですね、なぞなぞが作れます。ああ、それはもう重々承知です。はい、オリジナルでなぞなぞ作ってるんで、はいはいはい、今日は答えが全部芸人さんになるオリジナルなぞなぞを作ってきました。おお、なるほどね、うん、これはいいんじゃないですか。ぜひ皆さんも頑張っといてほしい。確かに芸人好きな人が見てるだろうしね、うん、じゃあちょっともう早速やってみますか。はい、完全に自分で作ってるので、はい、じゃあまず簡単なやつからいきますか。はい、イージー。第1問、優等生なお笑いコンビって誰だ。これ優等生なお笑いコンビ、優等、だからこれ言い換える系ってことでしょ、多分ね、はい、優等生だから頭がいいとか。難しかったかな。おい、1問目からこれなしだぜ。これ簡単だぞ、こんなもんお前。優等生なコンビ、優等生なコンビ、これ俺は分かりやすくするためにお笑いコンビとかお笑いトリオって言います。優等生、ヒントは、ヒントは優等生を言い換えるんですよ。優等生の逆は悪い子だよね。あー、なるほどね、分かったわ。良い子さん、良い子です、それ良い子、これは。ああ、惜しかった。はい、良い子。良い子さんね。良い子さん、正解でございます。どうですか？簡単、難しかったですか？ちょっと難かったなぁ。まあ、問題のクオリティどうでした？いや、クオリティは素晴らしかったと思う。ああ、ありがとう。じゃあ、第2問。いつも、フラフラ歩きなお笑いコンビって誰だ？ああ、これ余裕。お、早い。はい。はい。千鳥。正解です。千鳥足の千鳥。おー、これは、すごい。これは1問目にふさわしい。良い子さん1問目じゃないって。難しかった。良い子さん結構むずい部類だと思う。むずいか？第3問ね。じゃんけんだけでできているお笑いコンビって誰だ？え？これでしょ？はい。ジャングルポケット。んなわけあるか。んなわけないんだ。なんだそれ。理由教えてくれ。いや、じゃん。じゃんけんのじゃん。うん。グー。うん、グル、うん、ポケット。いや、もうちゃんじゃんけんのちょっと待って、じゃんけんのルールを今、じゃんけんのルールをお前作り変えたろ今。あ、もうこれ白部は分かってますな、撮影者の。分かった、パチョキグ見たことねえだろ、そんなコンビ見たことあんのか、パチョキグってコンビ出てきた。あー、そういうことね。全部使うってわけじゃないんだ。つまり正解はパーパー。正解でございます。なるほどね。はい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 、はい。どうですか、ね、クオリティ。あ、いや、クオリティ超高いと思う。高いですよね、俺のなぞなぞね。これめちゃくちゃクオリティいいと思う。なぞなぞソムリエからもう天才と言ってるからね、俺ね。じゃあ、第4問。これはもう、ちょっと難易度低くしました。常に先頭に立とうとするお笑いコンビって誰だ？常に先頭に立とうとするお笑いコンビ。うん。あー、分かった、前田、前田。正解です。うおー、前田、前田。あー、なるほどね、これいいね、面白い。なんかできないな、特技俺これなんか。じゃあちょっと変化球バージョンもいいですか。焼きくけこ、このお笑いコンビ誰だ。焼きくけこ、これはたけるのね、大好き問題ですよね。早いねー、はい、かがや。正解です、素晴らしい。これはね、謎解き系のね、考え方はなんとなく。なるほどね。じゃあちょっと難しいですよ。はい。いつもいきなり物事を頼むお笑いコンビって誰だ。ああ、わかった。え、9。正解です。おお、あれ急にってことね。あれ、急にちょっと頭が回り出したわ。回り出した。うん。じゃあ常にお風呂に入ってるコンビって誰だ。常に、あー、わかった。え、ニューヨークさん。おー、ニューヨーク、ニューヨーク来たねー。頭が回ってる、回ってきてるね。じゃあ、いくよ。歯がお辞儀すると出てくるコンビって誰だ。パジリ。パジリ、
パジリ、考え方が分かんない。そもそもお辞儀をするときにどういう音が出ますか？これが正解だったらこの問題はあんまり良くないと思う。なんでですか？パンサーさん違います。じゃあいい問題だ。お辞儀するとき出る音？擬音ってこと？擬音何ですか？漫画で、3文字でもいいかもしれない。それ以上のヒントはない？最後の文字言っていい？その擬音の、こう擬音は分かったよ、ペコリでしょ、パコリ、パコリじゃないか。ペコリ、ペコリ、ペコ。おい、もう出てるだろ答え。おい、嘘だろお前。で、パコお辞儀すんだよ。ペコで？ペコで？え、マジかお前。嘘だろ。は？嘘だろお前。今、もうここまで出てるんですよ。ペコまで出てるんですよ。え？ペコまで出ててパがお辞儀すんだよ。なんでわかんねえんだ。いやもうわかんない。何ですか？ペコ&リュウジ。そんなわけねえだろ。そんなわけねえだろおい。そんなわけねえだろおい。正解はちょっと待って、ペとパが何？パがお辞儀。パがお辞儀すんの。ペコって。ペコ。そしたら何？ペがパ。もうじゃあもうパがペコ。くっつけろ。じゃあくっつけろそれ。パペコ。なんでだよおい。なんでだよ。終わりです。もう終わりです。ペコ。あ、あーこれだった。うるせえな、うるせえな。ペーパーコ。マジかよこいつ。ペーパーコさんしよ。こいつマジかよ。ふざけんなよこいつ。終わり終わり。いやペーパーコさん。もういい、ペーパーコさん。もうできいいよ。正解何？ペコパさんだよ。あなるほどね。ペコパさんね。ペーパーコって。林はペーパーコしよう。ひどいですよ、ちょっと。まだいっぱい問題作ったのに。最上級難易度ちょうだい。だって最上級難易度。女性区長で罵倒してくるお笑いコンビって誰だ？コンビ？なんてことじゃん。いや、ですよ。罵倒してるじゃないか。罵倒しろよ、罵倒。あ、ですがですってこと？そう。死ねってこと？そんな難しい問題出すか。まあもっと言うと罵倒してきてる笑いコンビ誰だ。俺に罵倒してみてくれ。ふざけんな。短い言葉で。死ね、バカ、アホ、バカの後に一文字だけつけて女性口調でバカにしてみてよ。バカだよね。一文字だってな。魔行から順に言ってって。バカに、バカ、まあバカみとか。バカや、バカゆ、バカよ、バーカー、そういうことか。バカ40歳。バカよ、あなたはさんね。なぜバカ40歳？バカ40歳。むしゃくしゃしてきたぜ。どうでしたか、クオリティは。いや、クオリティは超高いと思う。これ超難かった。これまだ全然作ってるんですよ。例えばね、これとか分かります？謎解き編も考えたの。謎解き編も考えたの。羊ネギ。そう、根が入ってるからといっぱい作ったの。これいけんじゃない、マジで。本当なんか仕事になりそう。だよね。ちょっとこれどうですか、スクラップさん。マジでね、募集したいので。そうだね、これはマジであんじゃない、本当に。だからバンドなどのものもできると思うし。ああなるほどね、いろんな辺でね。いろんな辺、これは素晴らしいです。いや素晴らしかった、いい問題多数。はい、ちょっとこれ募集しましょう、本当に。はい、皆さんコメント欄で、お待ちしておりますので。コメント欄でお待ちしてんの。なんか確かにやってくれたら嬉しいよね。案件動画とかさ。いや、面白そう。なんか何かの CM の案件を何で出すみたいな。ああ、いいんじゃない。ぜひ、お待ちしております。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。